and tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now them cops trying to throw you in them county blues. Boy, what you gon' do? オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成6年式トゥデイ XI M トレック走行9万6000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まずですね、基本ノーマルになりますがですね、これアルミホイールがですね、すみません、ちょっと車種はわからないんですが、何かのホンダの、純正ホイールがついてますね。サイズは14インチになりますね。で、各部状態いきます。まずフロントバンパーですね、ちょっとここに膨らみとか、こう塗装跡とかですね、タッチペン跡がちょんちょんとあったり、この辺りとかですね、ちょっとこう擦り傷とタッチペンが出ますね。ボンネットも1箇所飛び石傷タッチペンがあるのがちょっと見えるぐらいで、その他は特にないですね。あと右側面は特に、目立つもの、へこみとかはないですね。で、リアバンパーはですね、フロントバンパーの角同様ですね、ちょっと傷タッチペン跡とかですね、そのようなのがありますね。あとこちらにもありますね、この角とかにもちょっと傷、ちょっと錆を塗ったような感じのとかもありますね、ここに。で、左側面、こちらも目立つような、そうですね、へこみは特にないですね。ツヤ感も結構ありますね。ルーフも、撮影の前に一通り見渡したんですが、それでもちょっと気づかないってか、てか基本ないですね。はい。で、ちょっとホイール最初映したんでちょっと映しますが、意外とこれかっこよくてスポーティーで意外と合ってると思いますね。ちょっと全体横図こんな感じですね。このままなんか乗ってもいいかなと思います。はい、外装のご説明以上となります。はい、続きまして内装のご説明です。まずこちらも、基本的にはノーマルになりますがですね、こうスピーカーがですね、こことこのピラーにこうツイーターがですねついてますね。これ綺麗に専用なのか、ちょっと側ピラーカバーも綺麗になってますね。はい。で、ダッシュボードとかですね、特に目立つような加工穴とかそういったものはございませんね。で、シート、これシートかなり状態いいです。ここには多少の擦れがございますが、へたりとかも特に気になるようなものはないですね。で、助手席もご覧の通りですね。で、リアシートですね、こちらも特に気になるものはないです。あと天井ですね、天張り、これよくあるなんていうんですかね、毛羽だったものではなくですね、ビニール製のものになります。つるっとしたやつですね。これ破れとか特にシミとかはないですね。ここにちょっと一箇所点っていう感じで、これですね、ありますね。で、ちょっとトランクルームも映しますね。こんな感じで、もう完全にこうシート倒れますんで、車内とつながりますね。はい。以上、内装のご説明でした。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。まずですね、こちらの車両修復歴ありということなので、そちらのご説明からいきます。で、場所はですね、右フロントになるんですが、正直ですね、
何のことを言っているのやらという感じで、ちょっと映しますね。あ、暗くて映る、暗くて映らないですね。あの見た感じですね、正直わからないです。本当にどこの部分を言ってるのか、まあこの辺りのことでしょうね。あの場所的にあのインパネ先とか言われてるんで、この近辺だとは思うんですが、まあ綺麗に治ってる。あ、ここからちょっと覗いてみましょうね。これか。まあご覧の通りですね、歪みとかもほとんどないです。ただなんかこうライトがちょっと当たったような傷とかはあるんですが、それぐらいのレベルですね。あのこちらと比べても、例えばここのスポットの感じとかも全く変わりないですし、かなり軽度なものだったのかもしれません。で、まあ場所的にももちろんこの先端中の先端、もうバンパー除いたら一番先端になるんで、もちろん走行に支障があるものではないです。こうやってストラットのとことかに補修は加わってませんので、走行には支障はありません。はい。で、エンジンですね。これちょっと光の関係で M トレックですね。まあ、ビートと基本一緒のエンジンですね。少しあの最高出力は違いますが、基本一緒のエンジンですね。マルチスロットル、3連スロットルですね。この部分ですね。で、下回り、説明の時ももちろん映しますがですね、本当に状態いいです。オイルにじみらしいにじみもなくですね、まあ、もちろん漏れはありませんが、あの状態いいです。ちょっとホンダは独特で斜めてるんで、ちょっとこの先端とかちょっと映りにくいんですね。本当あの状態です。以上、エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。こちらの車両ですね、修復歴ありということなのですが、正直下からはもう見えません。エンジンルームの時のご説明を、ご参考にしてください。まあ、せっかくですのでちょっと映します。ちょっと暗くて映りませんね。まあ、これはセンターのずっと奥の、まあ、コアサポートのところとかですね、の裏側ですね。はい、ではあの状態説明いきます。まあ、足回りですね、ノーマルになりますね。これ左側、そして右側ですね。でミッションとかですね、エンジン、気になるような、オイル漏れとかはございませんね。そしてフロアですね、まあ、こちらの、まあ、ホンダ車らしくあの分厚いこう、まあ、コーティングっていうかですね、ちょっとやばめの防音兼ねたのが、施されておりますね。そしてリア行きます。リア左足回り、リアもノーマルですね。まあ、全体的に見てもですね、まあ、もちろん表面錆、例えばこういう風な継ぎ目とかに表面錆はこういった感じでありますが、特に深いものとかないですね。はい、以上下回りのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。まず、ですね、足とかはノーマルですね。で足回りですね、これかなり分厚く、綺麗に塗装されておりますね。ただちょっと艶感がすごいですね。かなり綺麗に見えます。で、大きくですね、腐食とか錆とかそういったものは、全くないですね。まあ、気になるこの足回り付け根とかこの辺りもご覧の通りです。でフロアは、点錆、そういったのは、多少ございますね。でリア足回りもフロント同様、かなり綺麗にツヤツヤ塗装されておりますね。
すいません、ちょっとピントが合わないですね。はい、これあの右の、トランクフロア横のとこですね。でこれが右足前です。まあ、触れるとこないぐらい、状態いいですね。以上、下回りのご説明でした。